ちょっと見てたい。干渉するのやめてあげて。あ、忘れました。この一瞬で。お姉ちゃん誰もお友達いないもんね。お姉ちゃん話さないだけで学校にたくさんいるんだよ。嘘だ。冗談でもそんなこと言っちゃダメだよ。人の痛みがわかる子になりなさい。ごめんなさい。褒めて使わす。よしよし。じゃあ渋谷行く人、この指止まれ。ここは有名なイソスタ映えスポット。あと10分後に花火が打ち上がるからみんなで写真を撮ろう。お母さんの知り合いにいい霊媒さんがいてね。5回。イエーイ。ラッキャーメイラッキュー。それでは判決、死刑。ぬいぐるみってこのヨレヨレのパンダとウサギのこと。あら可愛い。すみません、 EDM ガンガンかけてリョウさんとエナジードリンク片手に踊り狂いながらバイトしててください。なんだこれ。さあ、うん、ドヘタだ。聞いてなかったです。結束バンドだよ。結束バンド、結束バンド。結束。寒いし絶対帰るから。なんで、可愛いよね。はい。いた。落ち着いて。そっちが落ち着け。あ、ひとりちゃんも飲む？安酒だけど。あ、いや、ひとりちゃんって未成年だっけ？ってあれ聞いてる？なんでさっきから絶対ヤバい人だ。本気なのかボケなのかわからないけど。結束力全然ない。居酒屋に置きっぱなしだ。取りに行くよひとりちゃん。命が軽い。お父さん、私がアカウントなんて持ったら。やっぱりすごかったわ。北さん、すみません。後藤さん、後藤さん。仕事しろ。なんで私。でもそれリア充っ子に歌わせたら面白くない？え、毎日一人呪っていくね。落ちちゃう。君もしや結構ヤバい子。一番ヤバる。後藤さん泣くほど嬉しいのね。豚さん。こうして後藤一人は灰となり、もう二度とギターを持つことはなかったのでした。